1号艇の山市哲也選手です。まあ、1号艇での輸出おめでとうございます。ありがとうございます。終わってみればやっぱり1号艇ということなんですけどそうなんだ、うん、はい。まあ、今節振り返ってみて船足の特徴としてはどんな足でしょうかね。そうですね、もう前回乗った時にいろいろ失敗したことがあったんで、それを踏まえて、まあいい、もう本当順の足はもう最高な感じと思います。はい。まあ、あの船足に関してはそんなに不安定はないということですね。そうですね、はい。まあ、1号艇ということなんですけど、はい、ピット離れはどうでしょう。いや大丈夫ですね。大丈夫、はいはい。お腰とかその辺どうですかね、深くなった時でも。いやもうスローの方が本当全然しやすいんで、うん、そっちの方がいいですね、はい。じゃあスローの方が腰からも問題ないし、はいはい。まあ、スタートどうでしょう。スタートは大体自分なりにはいけてると思います。はい。明日はどう戦いましょうかね。もうそうですね、もう外がちょっとエンジン出てる方がいるんでですね、もう本当スタートをフルダッシュで10ぐらいいけたらなとは思ってます。な、目標はもうフルダッシュでコンマ10っていうところですかね。10前速ですね、はい。で先に前はまあ出足がいいんでと思いますけどね、はい、うん。明日の整備についてはいやもうこれ以上もう出すと思ったら多分整備ちょっと大きいことしないといけないんで、ちょっとそれはリスクがあるんで、まあ気温に合わせて微調整でいけると思います。ファンの方に一言。はい、スタート遅れないように頑張ります。2号艇の後藤博選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。今節の船足の手応えはどうでしょう。そうですね、あの勝率があるエンジンなんで力強いです。なんか少し重たさがあるというようなことも話してましたけど。そうですね、もう前件からそこをちょっと気になってたんですけど、ギアケースやってからはちょっとそこも少し改善したんで。じゃあもうこれといった不安定はなしはないです。はい、はい。ピット離れどうでしょう。ピット離れも普通にいってます。はい。じゃあ、 あのコース、まあ、2号艇なんですけども、はい、コースとしてはやはり2コース。そうですね、基本的には2コースからいきたいと思います。お腰はどうでしょう。ちょっと重たいと言ってましたけど、その辺も解消しているもん。もう大丈夫です。スタートの見え方、景色は。そうですね、昨日ちょっと勘より遅れたんでちょっと修正して今日は決められたんですけども、明日もまた練習してあのきっちりつかみたいと思います。特訓でしっかりつかみたいということですね、はい。明日の整備については、あの気象が変わらなければこのままいきます。はい、はい。じゃあそうですね、ファンの方に何かありましたら、明日もあの今日の再来できるように精一杯走ります。ご声援よろしくお願いします。3号艇の向井美鈴選手です。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。今節振り返ってみて船足の特徴はどんなんですかね。全体的に良くて、回ってからが特にいいと思います。回っての足ですね、はい、前を向いての足っていうんですかね、はいはい。ピット離れどうでしょう。ピット離れもバッチリ合えばちょっと覗く感じはあります、うん。そうですね、コースとしてはどう考えてますか。コース3コース3コース、はいはい。じゃあ3コースは刺繍して、はい、うん。まあ、あとスタート1幕今日の展開があればそうです、ね、抜群かなというところだと思うんですけども、はいはい。あのお腰なんかはどうですか。船足は別にして。あ、いいです。いいですか、はいはい。スタート の, その見え方とか景色についてはそうですね、ちょっと伸びていくので風、追い風になるとちょっと怖い感じはします。まあ、追い風の時は少しやっぱり、うん、まあ、どうなんでしょう。お腰を遅らせて合わせてるわけですかね。そうですね、溜めていってます。溜めていって、はいはい、なるほど、うん。スタートの見え方に対してはどうなんでしょう。時計の下に行けば合ってくる感じですね。手前はちょっと遅いぐらいで入って、うん、時計の下に行くと合います。もうモーターが連れていってるって感じなんですね。そうですね、じゃあね、はいはい。明日の整備は。整備はしないです、はい。整備なし、はい。ペラもペラも多分しないと思います。明日どう戦いますかね。今日のような展開ですかね。どうですかね、ちょっとでも、はい。まあ、全速で行くとちょっと伸びていくと思うので、まあ、守りに入らず攻めたいと思います、うんうん。攻めるレースをということですね、はいはい。ファンの方に何かありましたら。そうですね、はい、すごいいいエンジンなので優勝したいです。応援、はい、お願いします。4号艇の交換満選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。本節の船足の特徴としてはどんなんでしょうかね。まあ悪くない
レースしっかりできるぐらいですね。序盤戦ちょっとお腰で、ね、悩んでたんですけど、そうですね、それはもう2日目から改善できたので、うん、はい、もう全然今は問題なし、はい、お腰関係はね、はいはい、ピット周りはどうでしょうか。もう大丈夫ですね。明日は、うん、4号艇なんですけど、コースはどう考えておられます？はい、稼働から行きます。稼働。はい。はい、じゃあ稼働から行った時のダッシュのスタートについてはどうですか？そうですね。準優の前半レースの4号艇ですごくいいフルダッシュのスタートが行けたので、そのイメージで行ければ、はい、面白いと思います。まあ、スタートは今日の準優の感じなら全速で行けたんで、再来と言いますか。そんな感じで行ってみたいということですかね。失礼しました、準優で。そうですね、はい、はい、あとどうでしょう、明日の整備については。ちょっと準優でエース級の足を感じちゃったんで、あれに勝つためには何かしなきゃいけないと思います。そうですね、明日はじゃあ整備については、もう入れるかな、はい、本体も考えてますか。そうですね、売り行きが伸びるようになんかします。はい、ファンの方に一言ありました、お願いします。たくさん買ってください、頑張ります。5号艇の河野聡選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今節の船足についてなんですけども、どの辺の足が気に入っていますか？そうですね、バランスが取れて全体的にいいかなと思ってるんですけど、まあ、全体的にバランス取れて、まあ、悪いところもないかなという感じですか？そうですね、気になるところはないです。ピットモナレどうでしょう？ピットモナレもまあ普通ですね、はい、悪くはないです。まあ5号艇ということなんですけども、コースはどうしますか？そうですね、5コースになると思うんですけど、まあ、5コース好きなんで、はい、楽しみだと思います。まあ、5コースは得意とは言えないのかな、まあまあ、好きなコースであるということですね、はい、好きなコースですね、はいはい、じゃあそこだからしっかり展開をついてということですね、はい、スタートの見え方はどうでしょう？ちょっと決まってないんですけどね、なんか思いっきりいけてないんで、しっかりいけるように練習したいと思います。明日の特訓でしっかり掴むということですね、はい、明日なんか秘策なんかありますか？そうですね、ちょっと僕稼働になると思ってたんでちょっとペラ叩いちゃったんですけど、まあ多分また元に戻して今日と同じセッティングでいくと思うんですけど、はい、まあ、他にその明日の整備については考えてますか？そうですね、プロペラだけでいこうと思ってます。プロペラだけの調整ということですね、はい、ファンの方に何かありましたら。そうですね、陰線飛んでしまい、何回も飛んでしまいすいませんでした。明日は一着取れるように頑張ります。お願いします。6号艇の松崎裕太郎選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さて船足についてなんですけども、今節の船足を振り返ってきてどうでした？今節は、はい、まあ良くなかったです。今日の順位はどんな感じでしたかね？そうですね、山内さんペラのアドバイスもらって直線は良くはなってると思います。出足の方はどうですか？出足はは普通ぐらいですかね、うん、出足が普通で、まあ、直線は少し良くなったかなという感じの仕上げということですね、はい、明日6号艇なんですけど、ピット離れどうですかね？普通ぐらいと思います。普通ぐらい。どうしましょう？コースはしっかり6コースから行きたいと思いますスタートの方どうですかね？ダッシュのスタートは、そんなにダッシュはあんまり行ってないのでわからないですけど、まあ一定身ぐらいのスタート行けたらいいなと思います。まあ明日しっかり特訓してしっかり掴みたいなというところですかね、はい、明日の整備については、まあプロペラ中心ぐらいだと思います。もう本体はいじる予定はないと。今のところ予定はないです。今のところですね、はい、じゃあファンの方に一言ありましたら。はい、フラケンに絡めるよう頑張ります。